こんにちは、スミレチュ。僕、お引越ししたんでちゅ。実はスミちゃん引っ越ししました。引っ越しして2週間、もう違うな、引っ越しして1週間とちょっと経ったんですけど、引っ越しした時の動画のデータを間違えて消してしまったので、その引っ越しの様子がなくなっちゃったんですけど、スミちゃん出てきました。ポポポポもここにいます。はい、スミはポポの鳴き声でちょっと固まっとるね。はい、お、ごめんポポ、スミちゃんごめんごめん。スミの引っ越ししてから床材をトイレに入れるっていう悩みがあったんですけど、トイレの中にこの中に入れてる紙を入れてお家みたいに過ごし始めちゃったので、ちょっとこれは続くなら対策しないとお掃除とかが大変かなと思っているので、またちょっと工夫して動画に上げたいと思います。そんなわけで世界一の飼い主さんすぐに対策したよ。それは100均の売ってるものを使ってトイレを上げました。上げたっていうのは高さを変えて、トイレがここの奥にあるんですけど、前までは床材の上に直接置いてたやつを、この100均で買ったトレーと木のサイコロ状のやつを使って、ロフトを作ってその上にトイレを置くようになったら、床材をトイレに入れることもなくなってよかったですね、スミ。よいしょ。はい、で引っ越しした当時は床材もちょっと少なくてペラペラだったんですけど、僕たちは穴を掘ったりするのが好きだから床材を増やしてくれたの。僕のこと考えてくれてありがとう。私も子供たちが生まれて飼い始めた、ハムスターはの中では3代目なので、なんかもうハムスターの飼い方のベテランだと勝手に思ってたんですけど、こうやって YouTube を撮るようになったり、いろんなことを調べるうちにまだまだだっていうことを思い知らされまして、ちょっとでも、もっと勉強してスミが環境の良いところで大きくなれるように、時間が過ごせるようにどんどん工夫していきたいと思います。で、今までもうハムスターなんて簡単に飼えるみたいな感じで思ってて、でも大切なことをしてなかったんですけど、今日はその間違ってたというかまだやっていなかったことをやっていきたいと思います。じゃじゃん、はかりです。いつもなんとなくスミの餌を量を決めてたんですけど、ちゃんと体重を測ってあげないといけないみたいなので、今日はスミの体重測定をしたいと思います。勝手に乗ってくれたな。ちょっと待って、もう今ゼロ表示になっちゃってるで。よいしょ。はい、どうだ。じゃじゃん。ちょっと待って、いなくなっちゃう。ちょっとこの後で砂場も作ろうと思ってるんですけど、砂場にはこれがいいよっていう風に違う YouTuber さんに教えてもらったので、よいしょ、ごめんごめん。この上に入れて体重測りたいと思います。今ゼロに合わせたので、よし、すみちゃんここ入ってみ、よいしょ、お、よいしょよいしょ、入れたね。118g。 あ、オスのキンクマハムスターの平均が85から 130g なので、
いいぐらいだね。おっと、いいぐらいだね、すみちゃん。 OK、 よいしょ、ごめんよ、一回閉めるね。はい、すみの体重は 118g、 健康です。で、ハムスターの餌はこの体重のどんだけやったかな、体重が 100g のゴールデンなら 5から10g の餌をあげるみたいなので、それを守らないからね。餌の量の目安は 5から10% ぐらいということなので、そのうちの半分は野菜、ビタミンが取れるように野菜だったりドライの野菜をあげるのがいいらしいです。今までうんちが緩くなるって聞いていたので、全然お野菜をあげていたいなくて、最近少しずつ量を増やしているので、ちゃんと体重も測ったので、餌の量と野菜の量と気をつけて健康管理をしていきたいと思います。ポポ、健康管理大事やな。うん、よしよし、じゃあ砂場作りをしていきましょう。はい、じゃあ砂場をこのゲージの中に作っていきたいと思います。砂場を作るにはダイソーで買ったこの小さな金魚鉢が、このグラスハーモニーにはちょうどいいサイズらしいです。ここがちょうど同じぐらいの大きさなので、はい。で、砂遊び用の砂は私はこれを買いました。カインズホームで売っている砂遊び用の砂にしました。さあ、これをただここに入れていくだけなんやけど、よいしょ、ハサミで切って、おっとっと、ポポも気になるね、いつもここに置いてないからね、これ、よいしょよいしょよいしょ、チョキッ、ポップ、じゃあここに砂を入れていくよ。よいしょ、入れます。じゃあ、なんか前まで砂遊びの砂におしっこしてそこがトイレになったら嫌だなとか思ってて、なかなか踏み込めなかったんですけど、スイミがこれでちょっとでも楽しくこのお家で過ごせればいいかと思ってやってみることにしました。よし、オッケー。この砂はね、かなり細かい、こぼれたらめっちゃ嫌っていう感じトイレの砂はちょっとジャリジャリな感じで、おしっこすると固まるタイプのやつを使ってます。じゃあ今はスミちゃんがお家で寝ちゃったので、起きてからこの砂場を入れたいと思います。じゃあまた後ほど、ポポバイバイって、バイバイ、またね。雨がなかなか降らないね、今日はね、大雨っていう予報やけど、はい、じゃあまた後ほど。みーちゃん、変な人がいますね。スミが起きるのを待ってたら子供たちが帰ってきちゃいました変な人がいますね。スミが一気の気配を感じてなかなか出てこれてないわ。
でも起きとるか。起きてますけど、寝ないな。じゃあ起きとるで砂場設置しようかな。設置したい。うるさい。砂をどこに行こうかな。この手前やとね、なんかこぼれてきそうで嫌なんやけど、観察しやすいかな。トイレの前やとあれやし。とりあえず素材が足りんかな、これ。後ろの方がいいかな。ちょっと床材が足りんね。ちょっと持ってくるわ。床材あるの？床材あるよ。見られてこっか。あ、ゆうちゃん奥に行っちゃった。髪の毛あと服。ほんとだ、そう、床材しました。床材やけど、で砂場の場所決めてたでしょ。砂場、砂場ここ、後ろいかな、ここ。そうです、そうだね。一ぺ、カメラ見とって。こんな感じ。結局スミがお家のる中にかなり傘ごされとるけど、ごめんよ、驚かしちゃって。結構ここらへんや。えどこ。あ、スミの顔出てきた。あ、そっくりはん。あ、出てきた。あ、できた、できた。スミがけそう。あ、スライドかぶそうよ。よいしょ。オッケー。もう、金玉がいつもよりも膨らんで。お、興味持った。お。早くね。砂場に興味持った。早い。掘るんじゃない。ポポが獲物がいると思って。違うよ、ポポ。見てみ、ポポ。遊んでよって顔してるやん。私は取らないのっていう。取ってますよ。ね、金玉入れるな、それ。いや、出た。潰れるよ。やめろ。一回無理やり入れてみる。いや、無理やりはダメでしょ。まだ今観察中なんじゃない？ポポどうした？なんか。むしはい。コバエじゃない？コバエの季節。食べた。ハスっぽいの今。いや、まだ飛んどる。あ、飛んでる飛んでる。スミちゃん書いてた。この砂場微妙だから作り直してほしいでちゅ。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりとした日常をアップします。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見てよかったという人はぜひグッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどお気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。